あ、そこでメジャーセブンを、あ、そうっす、そうっす。さあ、その薬指の4弦の音からで斜めに、ああ、いいっすね、いいと思います。で、あ、そうそうそう、これもさっきと同じパターンだよね。うん、そうそうそう、これか。はい、お疲れ様です。今日は12月13日です。腰が痛くてさ、昨日に引き続きなんですけど、今日の方がね、痛いね。おとなしくしてるしかないね。で、ボルタレンだっけ？なんか塗りました、朝。で、午後からね、オンラインレッスンなんですけども、朝からやってるこの Vlog が全然終わっておりません。で、これはライブの日の話なんですけど、写真とかなんかそういうのがこう、LINE 上に上がってるんで、それもね、一応ダウンロードしておきます。これ後々なんかでまた使うっていう可能性もあるんで。これまとめて全部選択してダウンロードとかされてるね。そろそろオンラインレッスンの準備しないとな。タイムリミットですね、これは。で、オンラインレッスンが終わったら、割とすぐにね、次生徒さんがこちらに来るんですよ。で、今日はその2つだけで、掃除を月曜日だからさ、一応定休日なんで、まあ、言ってるだけなんですけど、掃除をね、いてててててしようと思ってたんだけど、腰が痛いじゃんね。おじいちゃんだよね、もう。別にそんな腰痛持ちとかそういうわけじゃないんだけど、多分この日の何かがダメだったんだろうね。はい、ではオンラインレッスンやっていきます。こんにちは。腰が痛くて、銀座でね、ライブをやったんですよ。クラブって言われる場所なんですよね。なんていうか、ママさんがいる、そういうところの椅子っていうか、ソファーがすごい低くて、それに座ってたのが、もしかしたら姿勢が悪かったのかなとか。でもそうね、ドラムの人とかは多いね、ヘルニアになっちゃったとかっていうのは。ちょっと気をつけないとね、ヘルニアってなんか治んないらしいじゃんね、なんていうか。まあ多分、ただ疲れてるだけだと思うけどね。見せてやりますか。こういう系のやつですよね。この曲はね、ちょっと覚えてんだよ。このパターン。そう。なんでやねん。いや、自分はある程度できるけどさ、そこがむずいよ。そこ。あ、そうっす。全然喋れてないけど。
うん、でこのままここ E フラットメジャー7この C シェイプで置けるんで、そうでメロディーが3フレットの音じゃん。はい、オンラインレッスンが終わりました。いて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 、最後なんか電波が悪かったのかボンって落ちちゃいましたけど、ちょうどレッスン次回の日程も決めたし区切りが良かったんで、まあとりあえずはここまでということにしたいと思います。で明日の朝ですね、石井さんからレスポールを回収する予定なんですよね。今回はすり合わせをお願いしたんですけども、大丈夫なんですかね、明日の朝に間に合うんでしょうか。で一応生徒さんのギターも今預かってないんだけど、前回ちょっと頼むの忘れちゃってた工程があって、弦をね09から10にしてもらうっていうのも頼むはずだったのをね自分が言い忘れてて、でもし可能だったら今日生徒さんにギター持ってきてもらって預かろうかなと思ってるんですよね。その連絡しなきゃね、腰が痛い。レッスンの準備します。はい、本日のレッスンも終了しました。ふう、生徒さんがねギターをもう一回届けに来るということで、あの弟くんのギターなんだよね、エレキギターが。でお兄ちゃんは今アコギやってるんで、わざわざ弟のギターをただ届けに来るっていう、この寒い中ね、ご苦労様です。いいお兄ちゃんだよね。では今日の動画をこれ仕上げていきますよ。もう6時になっちゃうんで、よし、じゃあこれ明日持っていきましょうか、こっちで。じゃあ続きやっていきます。はい、編集が終わりました。ようやく6時47分書き出し、お疲れ様でした。よかった。腰が痛い。今日一日こればっかりだな。どうなんだろう、ちょっとウォーキングとか行った方がいいのかな。こういう時ってやっぱおとなしくしてるのが一番いいのか、なんか少しほぐすような意味も兼ねてウォーキングとかちょっとやった方がいいのか。こう伸ばしてるとこう来るね。なんか無理にやんない方がいいね、こういうのは。
どうしよう、ウォーキング行ってもいいなと思ってんだけど。はい、書き出しチェック OK でアップもしてきました。で、結局ね、ウォーキングに出てきました。腰が痛いんですけど、ちょっと様子見ながらね、多少ウォーキングして運動したら腰が改善されるんじゃないかなという淡い期待を込めてですね、とりあえず家を出てみましたけど、めちゃくちゃ寒いです。これやばいっす。ただ無理はしません。寒いし腰痛いし、いや、そもそもこうやってウォーキングに出てくるっていうのもすっごい久しぶりですよね。あんなに毎日行ってたのにな、1日1万歩歩くっつって。寒い、ちょっと風があるんだよね。